今日は皆様お集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日も NHK はおろかテレビ局もどこも来てませんよね。参加した皆様はこの事実をあちこちに書き込んでいただけると嬉しいであります。とうとう契約しない人に罰金課すことにした、大した気してます、調子に乗ってると思います。私はいい人ぶるのをやめた人間ですので、放送法に守られて異常な高い給料をもらっている NHK 貴族が憎くてたまりません。ずるしておいしい思いしている奴らが許せません。NHK 貴族を我々が倒そうではありませんか。それではですね、注意事項あります。コール NHK はスクランブルしろって言うんですけれども、その後皆さん元気よくおーって言ってください。あーでもいいです。じゃあ一回練習しますんで皆さんよろしくします。 NHK はスクランブルにしろ、おー NHK はこのデモを報道しろ、おーありがとうございました。声を出していただきたいんですけれども、手を挙げるのは手を挙げるとですね、明日肩がおかしくなります。ほどほどで構いませんので、とですね、ゴミを捨てていくようなことはなさらないでください。特定の組織や団体を示す方はご遠慮ください。今日は暑いので水分補給に気をつけてください。体調悪くなったらですね、白いの着て腕章している各地区の支部長さんに、遠慮なくお申し出ください。各地区の支部長さん、スタッフにの指示には従ってください。上りなんですけれども、こうやって振るとですね、ちょっと左翼っぽくなってしまうので振らないでください。しばらく代々木公園の側面、それが過ぎたら NHK が見えてきますんで、そうしましたら本気出してもらってですね、NHK 見えてきますと皆さん燃え上がってきてですね、燃え上がってくると思うんですけれども、今日は NHK を半周するコースと渋谷の街中スクランブル交差点、で渋谷駅前で解散となります。 NHK 内には今日も人がおりますんで、本気出してください。あとですね、NHK の右側には NHK 営業サービスであるとか、NHK アート、NHK エンタープライズ、NHK グローバルサービスとかがですね、子会社がいっぱいあります。ここでもよろしくお願いします。宮下公園、解散場所に入りましたら、コールは中止してもらってですね、支部長が上りや横断幕やプラカードを回収してまいりますので、よろしくお願いいたします。プラカードは返してもらっても持ち帰られても構いません。それでは節度を持ってですね、事故なく、怪我人なく、ヘイトスピーチなく、皆様よろしくお願いします。では移動になります。ゆっくりと前の人について行ってください。